うん、今日もいっぱい働いた。プロデューサーもお疲れ。すっごく充実した撮影だったし、仕上がりが楽しみだね。ま、私はもう一仕事あるんだけど。<laughs> この時期ギャルは、うん、うん、ギャルだけじゃない。全国の女の子は大忙しだから。うふふん、気になっちゃう感じ でも、プロデューサーの勘って、半端ないからな。本当は、もう分かってるんじゃないうん。大正解。もうすぐバレンタインだよね。イベントを全力で楽しむあたしとしては、バッチリ準備しとかないと。だから、これからリサーチに行くんだ。この時期のデパートって、好きなんだよね。キラキラしてて、ドキドキが詰まってて。 もちろん、リサーチだけじゃ終わらないよ。本気出して、プロデューサーがびっくりするくらいのすごいチョコ、作っちゃうんだから。<laughs> いつもプロデューサーにドキドキをもらってるから、そのお返し。何がもらえるかは、当日、楽しみに待っててね。<laughs> この辺かな。プロデューサー、ちょっと泊まってくれる <laughs> はい。お待ちかね。あたしからのチョコをプレゼント。夜景、すっごく綺麗でしょ渡すならここって決めてたんだ。カリスマ城ヶ崎美香プロデュースのときめきバレンタインにしたくてさ。チョコもこだわって作ったし。 メイクもこうでも気合い入れたし、計画してた通りの完璧なバレンタイン。なんだけど、渡すときになんかいいこと言おうと思ってて、何度もシミュレーションもしてたのに、<laughs> ドキドキして飛んじゃった。カリスマ JK は本番に強いタイプなんだけどな。 プロデューサーといるときはただのジョ崎美香ミカに戻っちゃうのかも <laughs> なんかめっちゃ照れるしてか顔も熱くなってるし <laughs> でもプロデューサーにならこんなあたしも見せていいよねハッピーバレンタインチョコに込めたあたしの本気受け止めて くれる誰にも負けないように全部詰め込んだから。